99番解決お悩み相談とつまちゃんナーボーですけど、もしもし。やばい、はい、つながりました、やっと。はい、 あのですね、はい、若干これはミュートにしてもらってもいいですか？え、どういうこと、言えない、あ、放送で聞こえないようにってこと？まあ、あ、はい、そうです。いや、それはちょっとできないね。あ、あ、だよね、それはちょっとできない、じゃあ、丸とかそういう感じで言った方がいいですか？え、なに、その相談がみんなに聞かれたくないってこと？いや、あ、まあ、は、あ、そうですね、私殺されちゃうかもしれない。殺されちゃう？はい。なんでそんなのもいきなりこんな相談とずまちで上がろうと思ったの？ヤクザとか？え、なんか、なんかすごい、ちょっと、なんかすごい真面目っていうか、自分の性格が、で、まあすごい真面目ぶってる配信者の方がいらっしゃって、で、その方が誰それ？それは、真面目ぶってる配信者、はい、まあ大手の方が、女性の方ですね。女性、はい、がいらっしゃいまして、で、私はその方の知り合いの方と、まあ、昔から知り合いで、知り合いっていうのはその配信者と直接絡んだりとか直接電話したりとかする仲ってこと？まあ、なかったんですけど、なかったんか、なかったんですけど、相手からフォローをされてたんですね、ツイッターの方。なんでツイッターの方をフォローされてるんだろうみたいな感じだったんですね。何、その人はなんか誰のこともフォローしないような感じなの？あ、多分フォローとかはしないと思いますね。で、なんでフォローされてるんだろうっていう感じだったんですけど、で、それですごい不思議だったんで、なんかフォローされてんだけどみたいな感じで、その、まあ、その当時、まあ、配信もされてて、で、その配信上で出てくる、まあ、彼氏さんみたいな方に、まあ、連絡して、なんで、なんかうちフォローされてんだけどいきなりみたいな。え、その人の彼氏にいきなり連絡したの？あ、はい、連絡しました。え、あなたが？なんで？はい、え、なんか、ずっといろんなその芸能界の業界でいろいろつながってて。あ、自分もなんか芸能関係者なの？じゃあ。あ、そうです、そうです。はい、なるほどね。はい、で、それでいきなりなんか、え、ってかなんか勝手にフォロー来てるんだけどみたいな感じで言ってて、みたいな、あ、もういいよ、ほっといてみたいな感じで言われたんで、あ、こっちからフォローしてないのにフォローされたんだ、いきなり。で、まあフォローされたんで一応フォローはしたんですけど、結構時期が経ってからですね。で、それでまあ3ヶ月ぐらい経ってフォローはして、なんでフォロー来たんかなみたいな、みたいになるじゃないですか。いや、あんまなんない。いや、で、簡単に言えば、その連絡取ってたその男性の方とその配信者の方が彼氏彼女っていう関係だったみたいな。はい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 。はい、で、それで多分なんか LINE とか多分そういうの見てて、多分それでなんか目つけられてたんかなみたいな。ほう。で、目つけられてたんだ。いや、多分そうなるんですけど、なんか有名な配信者は、今話まとめると、有名な配信者にいきなりフォローされて、なんでって思って、その有名な配信者の彼氏に、あなたが、なんで私フォローされたのって聞いたんでしょ？芸能関係でこうやって絡みがあったから、その人と。はい、で、そしたら、知らねえ、ほっとけよって言ってたけども、なんか、つながりがあったみたいな。で、元から、彼氏って知ってて、自分がさ、なんでフォローされたんだろうって聞いたんじゃないの？で、なんか、まあ、外していいよみたいな感じで言われたんですよね。で、ああ、わかった、つって。でも、自分もなんでフォローされたかわかんなかったんで、わかんなかったの。で、フォロー外したんですよ。で、そしたらなんか最近なんか YouTube みたいなのでいろいろされてて、誰が？で、それで、あ、そこ言われたらなんて言ってるか分かんないですよね。いや、だから、いや、
どっちの話をしてるかわかんないから、その有名な女性配信者の話してんのか、その女性配信者の、彼氏の話をしてんのかわかんないから。あ、両方ですね。あ、両方とも YouTube をやられてて、うん。はい。うん、で、うん、それで、うん、まあ、YouTuber を先にされてたのは女性なんですよ。うんうんうん、うん。女性配信者の方ね。うん。はい。で、最近、炎上してて、うん、葉山さんじゃん。葉山だよね。え、何ですか？葉山さんでしょ？最近炎上してたって女性配信者。はい、何を言ってらっしゃいますか？いや、葉山さんでしょ？だから。いや、あのね、いや違う、あの、うん、あの、うん、そういうことじゃなくて、うん、え、どういうことだったの？うん、もうナボいい加減してくれよマジで。え、なんで？いや、あのだから、うん、ピーでお願いします。あ、もう、じゃあもう今後名前出さないわ。うん、いや、じゃ、うんうん。で、それで続けてごめんね。全然そういうのじゃなくて、うん、で、それで、うん、それで、うん、それはあの台本やと。何の？台本で。な、何が？うん。あ、そのいろいろ揉めてた。あ、揉めたことは全部台本だっつって。台本だと、うん、はい。誰が言ってたの？それはあのその相手方の、うん、あ、彼氏の方方が、うん、元彼の方ですね。元彼、はい、元彼、葉山さんの元彼って誰？友郎さん。ああ、友郎さんが言ってたのね。あの私葉山さんとか言ってないんですけど。いやいや、あ、ごめんごめん。いや、俺だってもう言ってないよ。一回言って言わないでって言われたから。葉山さんとか言ってないです、うん、いや、でもだって、葉山さんとか、いや、だって友郎さんの名前は出さないでって言われてないし。俺は、いや、私だって言ってないです、うん、そういうこと。いや、言ってない。俺が勝手に言っただけだから。違うんだったら違うって言えばいいんじゃん。友郎さんって何ですかってこっちが聞きたいよ。うん、うん、あ、じゃあごめん。じゃあ友郎さんと葉山さんの名前は、友郎さんと葉山さんの名前だけは出さない方がいいんだよね。んあの本当に違うんで。うん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 、はい、うん、あ、続けてどうぞ。うん、いや、もうこれ以上なんて言ったらいいんですか。なんかそんなごちゃ混ぜんされたらもうそんな話できないんですよ。俺かき混ぜ棒で全然混ぜてないけど。全然混ぜてない。勝手にミックスされてるんでしょ。じゃがいも、あ、やめとけ。いや、じゃがいもだけど、ちょっとやめといてくださいよ本当に。やめとい、自分からかけてきていきなりそんなこと言われても困るんだけど。だよね。いや、それは分かってて、うん、でもちょっとそれは違うくて、うん、本当にその人たちじゃなくて、はあ、で、うん、あの、まあ、いろいろそういうのでちょっと今脅迫受けてて。脅迫を受けてる？誰に？まあ、そこら辺の人たち。そこら辺の人たちって何？なんかそこら辺の葉山純奈の取り巻きってこと？いや、違います。全然そういう人たちじゃないです。え、あ、それともあの友郎さんの取り巻きに脅迫受けてるってこと？いやいや、そういうこともないです。違うの？あ、ごめん、名前出しちゃいけなかったんだっけ。ごめん。いや、っていうか、あの、うん、全然違います。うん、あの、全然違うんで。うん、あの、そういうのじゃなくて、うん、ああ、もう、なんか、どうしたらいいんだろう。いや、こっちがどうしたらいいかわかんないんだけど。ですよね。うん、そう、何、脅迫を受けてどうしたの、それ。どんな脅迫を受けてんの？いや、別になんか、うん、もうほっとけみたいな感じでは、うん、あの、その全然別の方ですよ。うんうんうん、まあいいんだけど、どっちでももう全然その、うん、まあ、別にみたいな、うん、その相手にするなみたいなは言われてて、うん、それ脅迫じゃん。脅迫でもなんでもないじゃん。俺脅迫の内容聞いてんだけど。あ、内容ですか、うん、内容は言えないですね、うん。それ言えないんだったらなんで上がってきたお前。え、だって言っちゃったら。いや、だって言っちゃったらじゃなくて、言う覚悟があってここに上がってきて相談しようとしたんじゃないの？いや、相談したかったけど、うん、なんかいろんな変な人の名前あげるんで。いや、変な人の名前あげるって匂わせすぎでしょ。あんたが分かるように話してるから名前が出てきちゃうんじゃないの？あ、そうなりますかね。そうなるしかないでしょ普通に。うん、それやったら申し訳ないですね、うん、で、なんか話すの話さないの？そのなんかね、殺されるかもしれないっていう内容だから、俺は別になんかもうこれ以上はやめときますっつって電話切ってもいいしね。え、あの、殺される覚悟があるんだったらここで相談してもいいんじゃないの？いや、話せない。話せないのから、うん、うん、じゃあ分かった。それだったら俺は聞くことないし関与できないから、うん、受験切ります。はい、じゃあお疲れ様。はい。